バイルを手にすれば世界のすべてが手中に収まる。力を絶対とするマクギリスの目論みもラスタルの巧みな計略の前にもろくも崩れ去った。なし崩し的に双方の総力戦に挑んだ革命軍だったが、盤石の体制を築くアリアンロッド艦隊にはなすすべもなく、最後の拠り所火星へと撤退を余儀なくされる。次の舞台はいわば君たちのホームだ。いくらでもやりようはある。少々遠回りをすることになったが、火星の空で君たちが力を示すことに意味があるはずだ。仲間の命より大事な意味なんてどこにあんだよ。我々は立ち止まるわけにはいかないのだ。散っていった同胞たちの思いを背負い前へと進む。彼らの死を無駄にしないためにも。確かにこの状況は楽観できたものではない。しかし君たちにとって火星は勝手知ったる場所でも。どうしてこの状況であんたの命令を聞ける？命令？我々は対等な立場で手を組んだはずだ。だったら今は対等じゃねえな。あんたの持ってる金と物資があって、ある程度の賞賛も見込めたからこそ俺らは命を張ってきた。だがあんたが俺らの力を当てにするってんなら、俺らのやり方に従ってもらう。ああ、それでいい。君たちのやり方は私にとっても好ましいものだ。己の力だけを信じ、敵となる対象にがむしゃらに立ち向かってゆく。もともと俺らに敵なんていなかった。仲間たちの命を奪ってきた相手が憎くはないと。憎いさ。一人残らずひでえやり方でぶっ殺してやりてえ。けどそいつらは巻き込まれちまった状況から生まれた敵だ。能動であろうと受動であろうと敵に変わりはない。我々にはもう逃げ場はないんだ。戦うことでしか未来への道はない。窮地の状況でなおも還元を浪するマクギリス。すでにその理想は鉄火団には遠く、彼らは別の戦いに備え始める。家族全員で生き抜き、前に進み続けること、それがクーデリアと共に火星を出たあの時から変わらない鉄火団本来の戦いだった。俺は今まで散々吹いてきた。この戦い次第でいい目に遭える。金も立場も全部手に入る。金は手に入ったよ。立場はよくわかんないけど。あんだけ吹いたのによ、でっけえ嘘をついちまった。オルガに嘘をつかせたのは俺だ、ミカ。俺が邪魔する奴らを全部片付けてればオルガの言ったことは嘘にならなかった。俺が最後にできなかった。そうか、お前はそうだったんだ最初から。オルガ、ずっとそうなんだよな。仲間を間違った場所に連れてきちまったんじゃないか。そんな迷いは思い上がりだ。お前が連れてきてくれた、皆が連れてきてくれた。俺の言葉を実現するために、支えるために、お前らが。だったら俺にできることは迷わねえことだ。お前の全部を俺にくれ。とっくに渡してるよ。ああそうだな。家族のため、大人たちに虐げられない居場所を作る。あの時から目指し続けた未来をつかむため、
オルガは、鉄火団は、生き抜くためにあがき続ける。そして今、すべての始まりの地、火星に、最後の血が流れようとしていた。彼らの居場所。
するのならば、この意欲クジャンが討ち取ってくれよ。貴様の要求には応えたはずだ。私の前から消えろ。無謀の衆がこのバイルを止めることはできんよ。
なんて声出してやがる、ライド。立て。俺は鉄火団団長オルガイツカだぞ。コンクレなんてことはねえ。そんな、俺なんかのために。団員を守るのは俺の仕事だ。でも。いいから行くぞ。皆が待ってんだ。それにミカ、やっとわかったんだ。俺たちにはたどり着く場所なんていらねえ。ただ進み続けるだけでいい。止まんねえ限り道は続く。俺は止まんねえからよ。お前らが止まんねえ限り、その先に俺はいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。オルガ？前にオルガが言ってた、たどり着いた場所でみんなでバカ笑いしたいって。オルガはもういなくなったけど、俺の中にオルガの言葉がまだ生きている。オルガの命令が生きてるなら、俺は全力でそれをやる。俺のオルガの命令の邪魔をする奴はどこの誰でも全力で潰す。どこの誰でもだ。わかった。なら死ぬまで生きて命令を果たせ。
の行く手を阻むのならば今度こそ殺してやろう。お前の目には俺は見えない。お前には俺の言葉は届かない。俺を見ろ。の力を見せろ。そう簡単にやられてたまっかよ。ヒロアルトランド、ガンダムグシオンリメイクフルシティ、行くぞ。ルプスレクス、行くよ。
まだ死ぬな。俺を見ろ、マクギレス。ガエリオ、見ろ、お前が殺した男だ。そしてお前を殺した男だ。ちゃんと俺を見ろ。お前を友と信じ、その思いを裏切られ、信頼する仲間たちを奪われた。言われずとも見えているぞ。いや、見えていながら見えないふりをしていた。マクギリス、お前たちを否定しなければ、俺は前へ進めなかった。お前たちと共にいるとずっと抱いていた思いが揺らいでいくようで、目をそらした。あ、なぜ泣く？帰りよ、お前は俺に言うな。お前が言おうとしてる言葉が俺の想像通りなら言えば、俺は許してしまうかもしれない。頼む、言わないでくれ。カルタのために、アインのために、俺はお前を さらばだ、マクギリス。ビルアーマーを短期で仕留めるような化け物はもはや人ではない。獣を仕留めるにはふさわしい作法というものがある。ダインスレイブ隊、放て。
暗い。これ。でも、俺はこの場所を知ってる。そうだ。これはあの時の、俺が生まれた時の記憶。俺の命はオルガにもらった。なら、そうだ。決まってる。Yeah.
最後まで足掻いてやるぜ。Thank you.
死に損ない。この意欲クジャンの裁きを受けろ。その名前、お前か。死に損ないめ、私が引導を渡してくれる。お前も潰す。
今は俺にはオルガがくれた意味がある。何にも持っていなかった俺のこの手の中にこんなにも多くのものがあふれてる。そうだ、俺たちはもうたどり着いてた。俺たちの本当の居場所。だろ、オルガ。ああ、そうだな、ミカ。ああ、また汚れた。アトラに怒られる。クーデリア、一緒に謝ってくれるかな。今ここにアリアンロッド艦隊司令ラスタルエリオンの意向のもとに悪魔は討ち取られた。後にマクギリス・ファリド事件と呼ばれる一連の騒動はマクギリス本人の死と鉄火団の壊滅により幕を下ろした時代の最下層に生み落とされ、境遇と真正面から戦い、そして散っていった少年たち、彼らがその命をもって歴史に刻んだ傷跡は平穏が戻った世界に多くの変化をもたらしていった。セブンスターズの半数を失ったギャラルホルンはより民主的な組織へ再編され、火星支部を縮小。これにより地球経済圏の支配から脱却した火星の各都市はクーデリア・アイナ・バーンスタインを議長に火星連合を設立。なお彼女の就任にはその知名度のほか、タービンズの一件でラスタル陣営と密約を交わしたテイワズが裏で手を回したことも要因になったと言われている。さらにクーデリアはかつての家族との約束を果たすべく、ギャラルホルンとヒューマンデブリ廃止条約を締結。彼らに恥じぬよう生きていたいという彼女の戦いは、あの頃の理想に向かい今なお続いていた。人が人らしくみんなで笑い合える場所、鉄火団が自分たちの命を懸けて育ててきた未来の報酬はかつての彼らと同じ未来の子供たちに与えられた。鉄火団やマクギリスが目指した理想の一端はその形を変えて成し遂げられようとしていたのだ。戦場にしか居場所を得られず、人としてただひたすらに生きるために戦い続けた少年たち。しかし彼らの全てが人々に知られる日は、これからも歴史にはマクギリス・ファリドの名だけが独り歩きすることだろう。力に固執した者たちの慣れの果てとして、そうして人々は忘れていく。マクギリス・ファリド事件の1ページには鉄火団という戦いしか知らぬ子供たちが存在していたことを、路肩に咲く野花に誰も気づかぬようにただ通り過ぎていく。
それでも。それでも、私たちは愛しています。たとえ、歴史の流れに忘れられようとも、鉄火団のみんなが作ってくれたこの世界を、あなたが残してくれた、この世界だから、私たちは歩き続ける。私たちの幸せを願って、散っていった、家族の